奥のラブホテルに本当に幽霊が出るという噂を聞いた3人の高校生仮に A 君 B 君 C 君としていきましょうかねそれ本当かな嘘だろういやいるかもしれないぞどうする行ってみようか、まあ、本当に興味本位の好奇心でもって3人がスクーターでやってきたとそこは市街地から離れた 一面これ雑木林なんですよね、まあ、日が落ちてもうて夜ですからねやがて夜空をこう背景にしてね雑木林があって青い月明かりを受けて横に長い2階建ての建物が見えてきたあれだその一番右端の2階ここで首吊り死体が発見されてんですよねまあそんなことがあったんであれこれ噂も出たんでしょうけど「おーなんか雰囲気あるな」 で、スクーターを止めて、で、三人が歩いて建物の前にやってきた。入り口の扉が壊されて、なんか真っ暗なんですよね。A 君が、懐中電灯持ってきてんで、カチッとつけて、ふっと照らした。あ、随分壊されてんなと思った。じゃあ、入ってみようか。うん。入っていった。明かり向けていくとね、清涼飲料水の自動販売機なんですが、 もう錆びついて壊れていることは一目で分かる。それもさっと向けていくと受付があってあその脇に2階上がる階段があるんだ。はあ見ていると A 君がな俺さ今ちょっと思いついたんだけどなこのまま3人でさ行って帰ったってつまんないだろうだからさこのロビーで3人座ってな一人ずつ で話し終わったらほらここに落ちてるこの空き缶これ一つ拾ってさで階段上がって2階行ってなであの一番その奥の例の部屋そこへってこれ置いて帰ってくんだよあだたらほ百物語かなして人で話して行ってくんのこれいいんじゃないかなちょっと怖そうだなっやってみなかおいやってみようかって話になった三3人が「 真っ暗な、ね、ロビにペターンと座り込んだじゃあ俺から行こうかっていうんで A 君が怖い話を始めたんですねまあ状況が状況ですからねさすがになんだかちょっと話もね怖くなってきたで A 君がよし話が終わるとじゃあさ空き缶一つ拾って俺これだからさって,って帰ってねと思って階段の上歩いてると二人はみんなが残されちゃった 階段を上がって2階行くと真っ暗だ締め切ってあるしもう夜であたり闇ですからねシーンって,て何にも聞えない上がりを向けて行くと長い廊下がずっと続いてる明かり以外は何にも見えないよーし行ってみようか かちこち明かり向けながら歩き始めた自分の奥音が周囲の闇にスっと吸い込まれていた廊下にこう沿ってね部屋が並んでるんですがねどの部屋もみんなドアが開いたまんまか壊れてるかまあドアのない部屋もあるんですよね明かり向けなんか見えるんですよねでも何回それちょっと怖いんだへえっと歩きながら「あれ 静めに帰っったた中ですからねはっと思った自分の靴音なんですがねダブって聞こえる「待てよ後ろか誰かついてきへんじゃないのかなと」と自分の歩調に合わせて誰か歩いてるなそんな気がしたんでドキッとした「出し止めた」「なんかいるのかなと思って怖いんですがさあ と上でみた途上は真っ暗だ明かりを向けて歩いている怖いんですが後ろはあんまり気にしないですよねでも後ろ何も見えない本当の闇なんですよ後ろの方が怖いこの時になってああこの真っ暗な闇の中に自分はたった一人なんだなぁと思ったやがてこの建物の一番端部屋の前にやってきた んとドアに「この部屋はやめろ」黒いラッカーの吹きつけで書いてあるうんなんか違うと思った他の部屋はみんなドアが開いてるか壊されてるかドアがない部屋もあるんですがここはピタッと閉まってるここか流しノブを掴んでカチッにー開けた 明かりはふっと向けていく床は厚い横に覆われてるんですよね向こうにマットレスが転がってるよーし入っていった一歩二歩三歩四歩とその瞬間自分の方向に何かスッと走ったんでうおっと上から何かぶる下がってるんだうっ、ん うーん、とおそろそろそーっと高に向けてった、うん、それ天井の一部が剥がれ落ちてんですね薄いベニヤと壁紙がブラーンと下がってそれがふっと触ったわけだ。うーん。天井に黒い穴が開いていてそこからコードが一本つらーんと下がってその端が丸い輪っかになって結んである。う それが何だか首吊りの輪っかのように見えたんでうわーと思いながら「あそうだこの部屋で首吊り死体が発見されたんだよな」と思ったらまた何だかぞーっとしてきたうう,う,うんそこにドアがあるはあ、ノブをつかんできギーッと開けたはい明かりを向けるとこれ浴室なんですね タイルの壁がずーっとあったから、明かりずーっと向けていくと、チカッと反射したんだ。あれと思った。洗面台の鏡。これ反射したんですがね、その反射した瞬間なんですがね、明かりがぶつかった瞬間、その鏡が透けて見えた。ガラスのように。その向こうから誰かの顔がこっち見てるような気がしたんで、ドキッとした。何これ向こうに部屋でもあるのかなとなんだかどうも落ち着かない。洗面台に、 カウンターがあるんですよねじゃあここ置いていこうかでそこへ缶を置いたで浴室を出たその瞬間なんだか後ろでふっと気配を感じたようなそんな気がしたんですがねドア閉めて部屋を突っ切って廊下へ出てでまたドア閉めて真っ暗なその廊下歩いてきて階段降り始めると真っ暗の闇の向こうから ボソボソ,ボソボソと話し声が聞こえてくるんだ1回降りて上がりひょっと向けると向こうロビーの床に2人がハーっと腰を下ろして壁に寄りかかっておしゃべりしてるんだ「おい行ってきたぞ」「どうだった?」うん雰囲気あったけどさでさあのー、浴室のさ洗面台のカウンターの上にな俺缶置いてきたからあそううん終わったじゃあ今度俺かっんで B 君が怖い話をした。 俺と「じゃ俺この缶だから空き缶一つ拾って見せた」で懐中電灯受け取って階段へ向かったわけだ二回2階やってきたシーッていつまでかって真っ暗だっ廊下を一人歩いていくそして一番奥の部屋の前 ノブをつかんでにーて開けた、明かりをふっ,っと向けると熱い埃りに覆われたその床の上 A 君のくたたが残ってるああ入ってったああれかドアが閉まってるノブをつかんでにーって開けた明かりを向けて入るとあれ 洗面台のカウンターの上なんですがね空き缶が2つ置いてあるあ,れあいつ1つって言ったよなあれ2つ置いてったのか、はあ、で自分の缶を置いて浴室を出てドアを閉めて部屋を突っ切って廊下へ出てドア閉めて闇の中帰ってきたで階段をトン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 ,トンあン「行ってきたぞやってきて A くに。 まあ、あのー、空き缶二つ置いてきたえ一つだよ。いやいや。今さ、行ったら、カウンターに空き缶が二つ置いてあったんだよ。えい俺一個だよ。いや、二つあったよ。あ、お前、俺お塚さたまって、え話作ってんだろ。とびっくん、ビ君いや、違うよ。俺、本当にあったんだよ、二つ。またお前。嘘だよ。いやいや、本当、本当にそう。二つあったんだよ。 って言い合ってるとー君が「おいやめろよ!とっ」ってこれからー君行くわけですからねちょっと怖いでまあー君が怖い話をしたじゃあ行ってくるぞ空き缶一つ拾って俺これだからさって言ってね帰ってと思ってとで階段上がってった真っ暗な廊下歩いて行って突き当たりにーってげた 明かりをふっと向けると熱い埃に覆われたその床に A 君と B 君の草だた残ってる行ってあこれだなにーって開けて入ってってふっと明かりを向けたんあれ洗面台のカウンターの上空き缶が4つあるんだあれ B では確か 空き缶が2つあって置いてきたじゃあ3つだよななんだ2つおかしいなってことは何か変だあそうか B のやつあいつ話作ってんなあいつだよあいつがやったんだよ、うん、で4つに見せていて「だからあいつなって言いながら自分のポンポンと置いたよく人を出てドアは閉める部屋を突き切て廊下に出てドアは閉める やみんなかとっとっと戻ってきたで階段下りて戻ってきてシークにニヤニヤしながら「うん、ええーはい、何がお前さああきかん4つあったぞ嘘だよ4つないよ2つあって俺1つだからさ見てたよまたお前話作ってお前4つあったぞだから俺本当に2つあって俺落ちたんだよで4つあったよ今。 そこ今俺落ちたんだから B 君と C 君が言い合ってると A 君が笑いながら「お前たちさ俺があの最初言ったろあの時二人でお前相談したんだろ二人でえ俺からかって脅かそうと思って二人でお前話作ってんだろ」いや作ってないよ」そうだよ」いやいややってない B 君は「いや本当にさ缶が二つあって俺落ちたんだよ C 君はいやいやちゃんとさ言ったら 4つあって置いてきたんだよって譲らないんだ。えイくんヤニヤしながら。ってことは何か今行くと缶は全部で5つあるってことだな。年週くんはそうだよ。4つあって俺だからな。じゃあ見に行ってみようかって話になった。で5人が階段上がって2階行った。廊下ずーって突き当たった。一番端の部屋。にーって開けて。は 厚い誇りに覆われたその床に A 君 B 君 C 君の2つ残ってる入っていって「いか言いながら A 君が浴室ののぼをこう掴んでねにーっと開けてあれ明かり向けるとあら洗面台のカウンターに空き缶が6つあるんだおかしいじゃねえかえっ、ー、よくなってないよ で、また A 君笑った。お前、お前、管理してくれ、お前言うんですが、B 君も C 君も真剣な顔なんだ。違う違う違う、そんなはずない。で、C 君が、いや、本当に俺は、人しか置いてないぞと。譲らないわけだ。と、A 君が、わかった。二人が本当のことを言ってんだったら、これ誰かが置いてったんだ。ってことは、俺たち以外の誰かがいて、 総連中「もうこって缶を置いてんじゃないのかうん分かったちょっと待ってくれるいいえっで2人置いていっちゃと懐中電灯持って A 君行っちゃと2人闇の中ですよねで少しすると「おい!」って戻ってきたんですがねシャツの巣をッと持ち上げてそこに空き缶びっしりと抱えてきてる「るどうするんだそれ」ってうんとバラバラと降ろしたなお前でもないお前でもないわけだろ ももしかししかかかたらやっぱり誰か来ていれないで順番に俺たちと同じようにこういう会員を持ってんのかもしれないからなでニヤニヤしながら「ねえ誰かいるの誰かいるんですかいるんだったらあのー、人数分だけこのカウンターの上に空き缶並べてくれますええ空き缶並べてください」言って2人連れ出してね。 浴室から出て部屋突っ切って廊下へ出てまたドア閉めて闇の中トッとトッと歩いてきた階段降りて1階でロビーへ着いた A 君ニヤニヤしてるんですよね鼻からシンチはしないからただ B 君と C 君は真剣な顔でじーっと気配伺かがってるんだでも何にも聞こえてこないそして少し時間が過ぎた A 君が「 「そろそろ行ってみようか」って言ったんで「ああそうしようか」3人がまた階段上がって2階へ行った廊下をずっと行って部屋の前っにたーっ開けた熱い埃が覆われたその床の部なんですがね A 君 B 君 C 君の草とがある入っていって A 君が「いいかー」ニヤニヤしながら浴室のそのドアの のぶをくっとつかんでええけどにてッっ開けてほらふっ明かりを受けた瞬間ふ3人が同時にこうやけど洗面台のカウンターの上空き家がピシーッと並んでるんだおいなんだこれおい俺たちささっきここへさ 6つ並んでたんだよな何もしてないよなエイ君が言ったと C 君が「おい今この建物の中さ俺たちのほかに誰もいないよな?」って言ったって言うんですよねそれじゃあまたいつかこの場所で。 赤いハン気にせましょうか <laughs> こりこりこり <laughs> 変だな変だな変だな <laughs> いるんだろう <laughs> おい,おい